を撮った今回マイクどうですかね。前回までマイクねちょっと良くなかったと思います。全然喋ってないで全然聞こえないってことで、じゃあやっていきましょう。ですね、今どういう状況かっていうのを自分もちょっとよく分かってないですね。北海道から始まってこう取ってここと同盟がねあと2年間ありますね。でこのやつを取ったところ今こっちからね攻めてこられているかもしれないね。そういうことで、ここに勢力があってからね、来てんじゃないかな今。来てんだよこっちに。戦う準備をしないといけないね。ご飯がないんで、とりあえず移動。坂田町。二人残し。一括にして二人残し。それからここは閉じて坂田城、山形城の人はいない感じ。ちょっとねもう12月になるとご飯が手に入るんで、そのタイミングでこの人たちが引き返してくれるとありがたいんですけど、もしもどうだろう、どんな感じかな。この人たちっていうのがですね、一匹狼なんでこれ返り討ちをするチャンスなんですよね。そうで歩兵はねやった方がいいから、ちょっと歩兵をやる先にね。もうやってる、歩兵やってる、やってるね。偉いねみんな、もうやってくれてる。ここにまあ5万弱いるんで、まあ1万7000じゃないですか。お城が2万、ご飯がね足りないんですよね。ちょっと一旦セーブして、もう向こうでここいっぱいあるんだけどあんまり使いたくないって。ご飯がないんで帰り討ちはできないかもしれないんだよ。でもなるべくやりたいんでご飯を買う。兵糧があります。兵糧買うのに2週間ぐらい、16日間くらいかかる。もっと買います。ここはね、人がいてもしょうがないから、ほら引っ越し最前線に来てもらおうか。戸沢家って山形県かな、わかんないけど、山形県の戸沢っていうところに自転車で旅をしたことがあってね。もう一回セーブしようかな。留年に返り討ちをしたいところだけど、ご飯問題があるんで、ね、でこれなるべく引き寄せてから行くっていうパターン。
惜しくも。もう出陣できなきゃ。敵部隊壊滅。あとね、諸勢力はできないが、お金がないからできない。敵部隊壊滅。敵部隊壊滅。目標変更。敵部隊壊滅しました。陣を変えよ。あ、この人ね、ここで死んじゃうな。命令、命令でここだけ、ここだけ。じゃあと帰ってくる。行け。このね、町並みを制圧しました。来るパターンか。お味方の陣形が崩れました。じゃあいいや。お味方、陣形を維持できません。じゃあいいや、じゃあいいや。同盟国が来るパターンか。じゃあいいや。でも少なくともね。町並みの制圧が完了。ここに待機。行け。ここで3月を待つ。
3月は待とう。兵糧が底をつきました。前進。兵糧が底をつきました。陣形が崩れました。築城完了した。やべ、しょうがないよ、しょうがない、しょうがない。
なゆっくりなんだろうな。できるけど今88だから今のうちにここの所得をね平林に変えとく。ちなみの制圧が完了。さっきここで死んだ兵力が戻ってきてるね。ちゃんと考えられている。ちょっとで同盟がなくなっちゃうからね、これ獲得しておこう。ああ、時間が来てしまいました。また次回ということでございます。